心落ち着く秋、ゆっくり散歩はいかがですか？ボイスカメラマンの稲見です。今日は京都の散歩道をご紹介します。まずは散歩道の代表格、哲学の道から。哲学の道は京都大学の哲学者がこの道で思索にふけっていたことから名付けられたとか。この時期はまだ人もまばら、ゆっくり歩けます。猫がいっぱいいて、うん、猫かわいかったです、ね、和やかな道だったね。なんで大学哲学家なんで、まあ、来なきゃいけないんじゃないかっていう、なんかその使命感哲学の道ということで、人生哲学を尋ねてみました。タヌシも、はい、俺たちのフィロソフィーです。琵琶湖からの疎水に続くインクラインもおすすめ。レールに沿って歩くこともでき、春の桜はとっても有名なんですよ。なんだかスタンドバイミーみたいですね。最後に夜のおすすめ散歩道を。嵐電嵐山駅にある着物フォレスト。こちらには本物の恐竜膳が入ったポールがおよそ600本あります。お月さんとかもすごい綺麗だったんですけど、あのお月さん負けずすごい綺麗でした。秋の夜長、嵐山でうっとり時間を過ごすのはいかがですか？